クワイエットプレイス破られた沈黙は2021年のアメリカ合衆国のホラー映画である。監督はジョン・クラシンスキー、脚本はジョン・クラシンスキー、主演はエミリー・ブラント。2018年に公開されたホラー映画クワイエットプレイスの続編。前作での出来事の後、アボット一家は外の世界に救いを求めることにした。少しでも音を立てれば、 怪物に襲撃されるというリスクはあったが、一家は危険を覚悟でそうするより外なかった。ところが、外の世界には怪物以外の脅威も存在していたのである。カッコ内は日本語吹き替え。もともと続編を制作する予定はなく、当初は乗り気でなかったものの、前作、クワイエット・プレイスが驚異的なヒット作になったことを受けて、ジョン・クラシンスキー監督は、 続編の制作に意欲を見せた。2018年8月、クラシンスキーは続編の脚本の執筆に着手した。その際、パラマウント映画は、クラシンスキーに対して、フランチャイズ化を念頭に置きすぎてはいけません。ちょっとしたアイデアを、クワイエットプレイスの世界観に合う形で膨らませて、行って、楽しめる作品を作ってください。と要望してきたのだという。 2019年10月、撮影監督のポリー・モーガンが、続編は成長した子供たちに焦点が当たります。二人は世界を探検するとともに、自分の身を自分で守る術を習得していくのですと、述べた。本作冒頭で描かれる、怪物襲撃の初日の様子を含め、怪物に人類が追い詰められるまでの背景や、アボット一家以外の生き残りは、 第一作の制作時点で構想が練られており、本作で描写、登場に至った。2019年2月22日、エミリー・ブラント、ミリセント・シモンズ、ノア・ジュープの続投とジョン・クラシンスキーの監督続投が発表された。3月29日、キリアン・マーフィーが本作の出演交渉に臨んでいると報じられた。6月、ブライアン・タイリー・ヘンリーがキャスト入りしたが、後に、 スケジュールの都合で交番することになり、代役としてジャイモン分数が起用された。本作の主要撮影は2019年7月15日にニューヨーク州で始まり、同年9月下旬に終了した。なお、本作の撮影によって400人前後の雇用が創出された。2020年1月6日、マルコベルトラミが本作で使用される楽曲を手掛けるとの報道があった。 2021年5月28日、本作のサウンドトラックが発売された。2019年12月18日、本作のティーザートレーラーが公開された。2020年1月1日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。3月8日、本作はニューヨークでプレミア上映された。当初、 本作は2020年3月15日に全米公開される予定だったが、後に公開日は同月20日に延期された。2020年3月12日、アメリカ合衆国で新型コロナウイルスが流行していることを受けて、パラマウント映画は本作の公開を同年9月4日に延期すると発表した。その後も全米公開日は2021年4月23日、 同年9月17日5月28日と変更されていった。なお、本作は劇場公開から45日後にパラマウントでリリースされる予定である。2021年5月28日、本作は全米3726巻で封切られ、公開初週末に4754万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場1位となった。 この数字は前作の数字に匹敵するものであり、コロナ禍で大打撃を受けた映画業界の復調を示唆するものとみなされた。本作は批評家から高く評価されている。映画批評集積サイトのテ点トマトズには311件のレビューがあり、批評家支持率は91%、平均点は10点満点で7.4点,点となっている。サイト側による、 批評家の見解の要約は、前作の核となる部分をしっかり受け継いだ結果、観客をハラハラさせる作品に仕上がっている。クワイエットプレイス破られた沈黙は、シリーズの恐怖に満ちた、世界観を拡大させることができたと言える。となっている。また、メトクリティックには56件のレビューがあり、過重平均値は71、100となっている。なお、本作のシネマスコアは、 A- マイナスとなっている。映画監督のウィリアム・フリードキンは、自身のツイッターで、クワイエット・プレイス破られた沈黙は、昔ながらのホラー映画である。映画がようやく帰ってきたと述べている。2020年11月、パラマウントは、ジェフ・ニコルズを雇い、引き続きプロデュースするジョン・クラシンスキーのオリジナルアイデアに基づいたスピンオフを脚本し監督すると発表した。 2021年5月、エミリー・ブラントは、クラシンスキーが第3作のアイデアを持っていることを明らかにした。ありがとうございます。